イソクロトン酸とはマイナス2部点酸のことである不法はカルボン酸の一種でありクロトン酸の質型の機械生態にあたるイソクロトン酸は常温常圧においてブラウンシュガーのような香りを持つ油状の液体である摂氏1 7 1 9 °で沸騰するとともに構造が変化してクロトン酸へと変換する 風間中で、イソクロトン酸を170摂氏180度に加熱すると、クロトン酸への異性化が完了する。また、分子内に存在する C イコール c 二重結合と C イコール o 二重結合は、強弱二重結合であり、重合反応を起こしやすいため、市販品には重合禁止剤として、メキノールが添加される。人体に有害であり、刺激性を持ち、咳などを引き起こすほか、 皮膚からも吸収され、皮膚に薬症を生ずる場合もある。蒸気のように、イソクロトン酸は、やや不安定な化合物である上に、日本の消防法では危険物、第4類、第3国有類に区分される。イソクロトン酸は、メタクリル樹脂や、医薬品原料の中間体となる。ビルヘルムルドルフ・フィッティヒとヒューゴ・エルトマンは、イソクロトン酸の二重結合の位置に関する、 構造異性体である三部ン,ン酸の癌は、フェニルチカン体が脱水すると一ナフトールを形成することを示した。これは、ナフタレンの性質を理解する上で重要である。ありがとうございます。